2025年大阪・関西万博の工事に従事する建設労働者は、残業規制の対象外とするよう日本国際博覧会協会が政府に要望したことに関し、加藤勝信厚労省は28日の閣議後会見で単なる業務の繁忙では認められないとの見解を示した。こんなこと許したら特例連発で何でもありだし。そらそうよ。見解ではそう言っても実態では認めるとかやめてね。認めるわけないやろ。見て見ぬふりするだけや。そんなんされたら日雇いとかやめても痛くもかゆくもない下の人間は一気にやめて別の仕事行くだろ。当たり前。こんなことを認めたら形骸化するに決まってるわ。ブラック企業はどんどん潰れろ。わけどう。延期しろよ。オリンピックも延期できたろ。維新のメンツのために大阪府民が大迷惑。そこをなんとか。こうやって黄金饅頭も持参してござますゆえ。そんなことしたらあかんでん。法律制定の趣旨から言ってそうなるわな。要求するだけでもひでえ。人と思われてねえぞ。当たり前だ。何のための規制だよ。納期に間に合わせるためなんて理由にならんわ。労働に対してちゃんと金払えよ。関空の連絡橋の修理なんかめちゃくちゃ早かったな。万博施設の発注遅れぐらいでは国策だからの一言で押し通すに値しないんだろう。まああれは緊急性が段違いだからな。万博は人を増やせってことだな。災害とかで突然需要が発生するから例外を認めるわけで、年単位で時間ありながら何もしてないところに例外認めるはずがない。どうせサービス残業だから関係ない。管理側は詐欺算するけど職人はきっちり働いた分持ってくぞ。当たり前じゃ。ただし自主的な残業は個人の自由です。時間外の自主研修ですね。政府が認めらたら終わりだけど、この政府だからな。国家的なんちゃらとか異次元のなんちゃらで最終的には解禁化できるルート作るだろ。当たり前。それから日本って時間外労働の賃金が安すぎる。海外みたいに時間外労働は通常の2倍とかにすればよい。今の時間外労働の賃金は安く長く働かせようっていう戦後復興のためのシステム。規制が形骸化するから当たり前のことなんだな。ボランティアには労働規制は適用されないからとか言い出しそう。賃金出さなくて済むし一石二鳥くさ。バカ、どこも現用職不足なんだから無理を押し付けると逃げ出すだけよ。労働者の最も移動の激しいのが建設業界だぞ。当たり前の反応になんか安心するわ。明日は雪が降るかもな。国の威信がかかっている。これは相当の理由なのでは。大阪のごく一部しか盛り上がってねえし、外国も申請しないのに維新なんかあるわけないだろ。報道されちゃったからな。注目されてる状況でこれ認めたら支持率下がるもんね。こんなヤクザな業界だから人が集まらないんだろ。工事が遅れても国民は困らないし、全く緊急性がないからね。運送業界も追従してまうからなこれ。賃金倍出せば人集まるだろ。賃金たくさん出せば大阪の景気が良くなる。いいことだ。これが通るなら、どの会社でも忙しかったので残業規制を無視しましたが通るからな。大臣の言ってることはもっともだけど、実際は残業代でなくなるだけなんだろうな。かわいそう。働いた分の金払わなきゃ職人買えるだけで終わり。この件は建設会社側にもそんなことするメリットないしね。規模縮小か中止か、延期とか金かかることする余裕ない。国が万博の妨害をしたという口実に使われる。これが他に解決方法ないならまだ一向の余地はあったが、金で解決できる話だからなこれ。つまり金使いたくないから法律ねじ曲げろっていう要望。やばすぎ。法律ねじ曲げるのにも金が必要だって教えてもらわなかったのかな。でもオリンピックはご利用したわけだし、何が違うんでしょうね。たまにはまともなこと言うんたな政府も。建築業は36協定とかないのか。もちろんあるよ。ただやること多すぎて建築業的にまともなやつなら半月で80時間超える。まあだから懸念されて若者が全然業界に入ってこなくて、さらに人手不足になって残業の負のスパイラル。もう給料がっつり上げないと誰も新人が来んわな。建設労働者が身を切る改革。申請出しただけで恥やろ。単なる繁忙でなければいいよってことだろ。災害の復旧とかならここで無理をさせなければ万博が実現できない。ここまでなれば明らかに単なる繁忙ではなくてむしろ OK の意味なのでは。こんなの認めたらどこの現場も対象外じゃないか。天候やらなんやらで遅れるのが普通なんだから。どうやってすりつけるかが焦点だな。万博は本来国主導のものだから国のせいであり国民のせいが今んとこ有力。なぜか無関係な共産党のせいになってるが対抗かな。根回し失敗は草。知らんけど袖の下足りなかったんじゃねえの。現代の強制労働、災害時特例だもんな。いくらなんでもそりゃ無理筋だわ。維新の人災という意味では災害かもな。まだ復興税取る気なんだから被災中のままだろ。しかし限界突破するほど人件費を使うわけで、またチケットが7500円で済むわけねえな。採算に合わせてチケット代入場者数を帳尻合わすからな。最終的に3000万人集客、チケット1万円想定くらいなるかもね。災害除外というのがあるのなら、万博は災害だった？よかったよかった。まあ大阪だと維新は自民の大敵だしな。1万円払って野原を散歩する万博になりそう。こんなクソ暑い中、現場の人を酷使する前に、業界の偉い人がやれよ。段取りの悪さは上の責任。
延期または中止して困る人、誰だ？五輪だって延期したわけで、万博だって延期しても誰も文句言わんでしょ。建設業界はもう延期してほしいって言ってるな。維新が能力がなかったと失敗認めることになるが、それでうまくいく。あれはコロナのせいのイレギュラー。万博は通常時で何年も前から計画進めてるんでしょ。大丈夫さ。もうコロナのせいにはできんわな。業者が他の仕事でいっぱいで集まらないってことは、他の発注者は早くから準備して業者を抑えてたってことなんだから。政府の言うことがまともだなと久しぶりに思った。自分たちの不手際で遅れてるのに絶対ケツは守れって現場にしわ寄せするのが役所。ただただお互いに足を引っ張り合うだけ。いろんなところがね、そりゃこの国衰退するよ。こんなクソ暑い中、現場の人にひいひい言わせて無理やり作って褒められるのは上の人だけ。現代版のピラミッド見てるみたいで胸クソ悪いから中止にしろ。認める基準はあるということだな。そりゃあるやろアホか。311とかの時はそうだったろ。当たり前だわこんなん。これほど全方位から望まれないプロジェクトも珍しい。規制やめたら間に合うのか。作業員を全員部長にします。役職手当て7000円払います。管理監督者だからいくらでも残業してもらいます。一人を館にして個人事業主扱いにするだけやで。美しい国。五輪はスポーツ競技というコンテンツがあったから成功したけど、万博には見せ物がないんだよな。月の石とかテレビ電話とかあっただろ。今回は知らんけど、間に合わないなら延期するか、必要な工事を減らすかすればよい。出展見合わせを打診してみたら、案外みんな受け入れそうだけど、どれだけ頑張っても作業員まで。現場監督の残業休日出勤は不可避。氷河期世代を動員したらどうだろう。業界の連中は何を根拠に残業適用外にできると思ったんだろうな。地方都市の催し物なんかのために法をねじ曲げろとか発想ちょっとおかしいぞ。そもそも今回の工事の遅れは昨年にすでに建築業界からこのままだとヤバいと言われてたのに何も対応してこなかった業界が一番の原因と報道されてる。メンツのために労働環境を考慮せずことを進める国の真似するかね。働き方改革って言ってきた張本人たちが、俺たちだけ例外にしてってそら認められるわけないよな。こういう例外も認めるべきでない。改革が進まんわ。行政がこんなんだもん。出店してる車が見えないから街路樹もそりゃ切り倒されるわ。二重行政の無駄を省くと言ってたのにこれじゃな。実際今から本腰入れて人と金集めても納期間に合うのかな。そもそも健康をテーマにした万博なのに、健康度外視の時間外労働して間に合わせろとか、どんだけブラックジョークなんだよ。不自然な旨味への目も厳しくなった結果、着工を担当するのがやりがい搾取な立ち位置になってて笑える。納期間に合わない場合、納期伸ばすしかないんじゃないの。法律破っちゃダメでしょ。ドバイのワールドカップの会場建設では過酷な労働条件で使い捨てインド人労働者が何人も丸んでたよな。大阪でもやる気なんじゃね日本人労働者で。仕事があったらあったで批判、仕事がなかったらなかったで批判。こんなクレイマーみたいな民度だから日本だけ30年間も経済成長できないんだよ。万博が何なのかわからずにやってる感じがするね。まあ俺も知らんけど。春夏開催なんてやめとけ。半年遅らせて秋冬開催でよい。真夏に万博やったら倒れる人が続出するぞ。悪しき前例を作ってしまうからな。そらこんなアホな理由で労働規制緩和なんかしたら非難合合になるからな。とばっちりは勘弁だよね。くさ、これでも工事側からすれば対象外にしてくれた方がいいんだよな。規制かけられると大半の監督連中は詐欺犯になるから。組織性撤廃されても人やられたら終わるからね。労働者軽視と言われたら何も反論できないよ。そもそも規制撤廃されても受注する建設業者が規制上限を超えて働く義務はないからな。元々の規制の範囲内でできる作業を受けるだけだろ。工期を考えると3交代でフル稼働になるね。まず受ける人材が揃わない。絵に描いた餅なのパニックなのかな。厚労省が珍しく法律守ってる。こんなの認められるわけがないわ。大阪府市でなんとかせい。自己責任である。維新は自己責任が大好きだろう。この暑い中で残業連続でやらされたら丸塗って。クーラー効いた場所でチンたら残業代稼いでるのと同じ感覚で言ってんだろ。肉体労働を舐めとる。とブラック確定の現場に人来るのか。ひどすぎではろた。残業代出るんだろ。ええやん。残業なんてさせたら辞められて余計人手になるよ。くさ、でも下請けは上からこの期間でやれって言われたら逆らいようがないよね。ここのところはどうなんです。このご時世、下請けと入っても他に仕事があるので逆らう以前に受けないという選択肢がある。単なる繁忙ではない、特別な事情を持ってこいってことだろ。繁忙の原因が協会が仕事をサボってたので着工が遅れたからですなんて自業自得だから、特別な事情でもなんでもないからな。納期を間に合わせるためなんて理由は認められない。延期もしくは中止にすべき。国につけ回す気満々やな。これからちゃんと申請が出ても審査が間に合わないんでしょ。大阪は公務員減らしすぎてるから。働いてる現場の人は録音と労働時間を記帳しろよ。今はコピーできないだろうから。政治家とかの不手際を国民国士で埋め合わそうとしちゃあかんよ。まあなんだかんだ1年延期してでも開催するんだろ。厚労省の考えが正論すぎるな。安易に中止なんてできないよ。東京都市博の時すごかったからな。ボランティア集めればええんとちゃうか。吉村藩助けるためやで。こうなると思ってた。厚労省にメリットないもんな。そのために
にシフト制やら何やら認められてるんだから、まずそれで何とかする努力をしろってこと。万博のために特例が通るなら、五輪のため、IR のため、新都心のため、何でも特例やり放題で残業規制なんて骨抜きになるからな。当然、反対してるやつ多いな。日本が衰退に進む理由がよくわかる。因果関係を逆にしちゃダメだよ。衰退に進んでるからこんな不祥事が出てくるし、それでも反対してる人が多いんだろ。それに工事にただでさえ人で取られたらますます衰退しますわな。なんでもっと計画的にやらんかったの？橋とか前もってもっと作っとけばよかったし、地下鉄だってもっと早く作れたやろ。電気も来てないんじゃ、工事もできひんじゃん。既存の公共インフラの老朽化が深刻な問題になってるのに、こんなもんに金と労力をかけてるのがそもそもの間違い。お前らに愛国心はないのか。ここに、たくさんのニートが余ってます。あとはわかるな。そいつらは最初から労働市場の対象になってない。今回で悪霊作ってなし崩しするかと思ったのにくさ。建設業界も人手不足が過ぎてイメージアップに必死こいてんのに、こんな時代に逆行する要請なんて受けられんだろ。この国の労働怖いよ。20年外国人頼みで、今や外国人すら低賃金で逃げ出してるからな。後継もいないし、建設業はもう外国みたいにのんびりやるしかないねん。なんか変な話だな。建設関係で働いてるけど、後期立ちでヤバいところは残業しまくり、現場に泊まり込みとかあるもんだけどな。もちろん、現場も24時間体制になる。この前の五輪もちょくちょく人まるんでたやろ。そんな体制気づけないってことだろ、予算が足らんねん。遅れたら賠償させられるから、赤字になってもやるもんだけどな。今回はそのリスク込みで誰も受けたがらない。職人集めるのと材料に無茶金かかるんで、見積もりでかくなって契約進まないし。現場猫案件、工事なんかするなよ。断れ断れ。1日30時間の労働という矛盾を前提に工期は組まれている。お、珍しくまともなリアクションだな。当たり前だ、みんながそんな申請しだしたらどこで線引きするんだ。外国人労働者を入れれば解決する話ですしね。繁忙ってそもそも仕事すらねえだろ。何を立てるか影も形も決まってないのに、繁忙も何もないわな。奴隷労働者を酷使して万博かよ。早々にバッサリやったなう。万博で見せるべき技術や未来とは、時間外労働で無理やり作るとかとは正反対のものだと思うのだけど、理念すら理解できない運営委員会どうかしてるよ。ピラミッドでも作るのか。奴隷博覧会。最近の研究ではピラミッド作りに関わってた労働者は普通に賃金をもらって労働環境も悪くなかったって何かで見たな。大阪はそれ以下や。二日酔いで休むぞが認められていたすごい職場だ。作業が遅れてるんじゃなくて発注がまだ来ないんだろ。中止だ中止。虎ノ門や麻布台界隈の工事中断したら、やりくりできるだろう。関東とかから建設業者や職人さんを呼んだとしても、泊まれるとこがないんじゃないか？例外、例外で規制ゆるゆる大丈夫か政府は。災害は除外なんだから政府からオケが出るだろう。間に合わなくなったら、超ウケる。これが許されるならばトラック輸送も同じだよね。負のイメージすごい。認めないけどうまいことやってね。表立ってやるなってことかな。もう万博一つ開催できないほど、人も物も金もない国ってことを自覚せい。万博1日1万人やな、半年開催で180万人。交通が不便すぎる。夢島駅前島駅新桜島駅ができないとこの花在住の俺でもいかん。残業なんかいらんだろ。8時間3交代でやれよ。人がいない。時給 25% 増しなら集まる。2交代3交代の人海戦術で構造物を完成させられる時代は終わった。作業員の少なさ的にも、使用する機械工法的にもな。残業規制なしで誰が働くんだ？実質的な工期はもう来年春から1年ほどしかない。地面がゆるゆるだからまっすぐな建物が建てれるかもわかりません。テントでよか。ペグも打てないような長靴ズブズブ埋まる土地だってよ。ほんなら田んぼでよかよか。なんでこれが通ると思ったんだ石ぬ。命とかがテーマなんだろ？それなのに法律を特別に無視してこき使わせてくださいとかありえんだろ。終わらない工事ってマジできついんよ。帰りたくても帰れないし土日関係ないし。元請けが作業すれば？作業もできない脳なしなの？単純に請け負う会社あるの？下請け禁止な。残業規制のせいで残業代を自分の小遣いにしてた俺の生活が苦しくなったんだけど、残業は悪とか言ってる連中が補填しろよ。お前が起業すればいいだけやで。人権を無視した奴隷労働で作り上げる命がテーマの万博。まあ一回は断らんと示しがつかへんしな。お盆前ぐらいに特例検討やろう。発注元が倍の金を出して、中抜きを半分以下にして、末端が賃金を倍出せようになれば、人は増えて残業も減るよ。働き方改革。一時的に管理職にすれば OK。72時間働けますか？もうめちゃくちゃ。理由あったら働かせていいならみんなやるわ。規制超えるのは異常だろ。さすがにそうだろ。要望する方もどうかしてる。経営者の無能を現場に押し付けるな。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。